星橋ペリカンは、ペリカン目ペリカンカペリカン族に分類される鳥類。別名フィリピンペリカン。インド、カンボジア、スリランカで繁殖。インドネシアで少数が繁殖している。可能性はあるが、ミャンマーでは近年繁殖の記録がない。タイでは、飛来数が増加傾向にあり、カンボジアの繁殖環境が改善された影響による可能性もある。ネパール、ベトナム、 ラオスへ飛来することもあるが、近年は中華人民共和国やフィリピンでは記録がない。日本では2006年に幼鳥が奄美大島や機械島に名業取りとして飛来した例がある。全長1 5 0トル翌朝5 7トル全身は白い。体側面や腰、おばか面の基部を覆う羽毛は貫石色を帯びる。諸列カザキリア、 自列カザキルの羽毛の外縁は黒い。交際は白や灰気色。くちばし盆長57センチメートル。くちばしは炭石色で黒い斑紋が生える。講子は肺褐色。浅い故障などの炭水域に生息する。群れを形成し生活する。大規模な渡りは行わないが、批判食器になるとやや分散することもある。植生は動物食で、 魚類などを食べる。繁殖様式は乱生。集団繁殖地を形成する。水辺にある大木の木のエに巣を作る。森林伐採や湿地開発による生息地の破壊、農薬による影響、漁師によるコロニーの破壊、卵やヒナも含む狩猟、外来性の植物による植生の変化などにより生息数は減少している。 1994年における成長の生息数は約1万1500羽と推定されている。2002年における繁殖個体数は5500から1万羽。2006年における繁殖個体数は1万3000から1万8000羽と推定されている。ありがとうございます。